こんにちは。そう。平卓さんを撮ってんの今。そう。撮られてる撮られてる。優勝おめでとうございます。ああ、どうもどうもありがとうございます。で、ニューヨークで。ねえ。何あれ何キロのエビなの？そう、100キロだよ。100キロ。すごい。ねえ。100キロのエビを使ってさ、アメリカのラーメンのコンテストで優勝したのよ。あとサッカーのね、吉田。似てないです。ああ、確かに。言われるのは確かに。なくはないか。でも似てはない。12%しか似てない。確かに、なくも髪型しか似てない。いやいや、分かる分かると思うよ。いいね、押してたっけ。牛の味噌ラーメンとロブスター味噌ラーメンと。おお。ありますあります。すごいな、メニューがどんどん増えて。どんどんプレミアム。ね、塩と醤油でいきますか。つけそば。入った。あの食べてほしいから、これの1000円のやつと、うん、あの牛のやつで1000円で出すから、ぜひ食べてください。食べます。松永牛と普通に払うのに。いや、全然普通に払いますけど、それは普通に払う、うんうん、普通の動物だと、うん、せっかくだから牛の行ってほしいですね。松永牛行ってみる、うんうん、あ、じゃあおすすめのをぜひ行っちゃおう。醤油ラーメン、塩ラーメンいっちゃう？おすすめはどれ？どれ？これと、ロブスターと牛。あと牛だね。それと牛。うん。いいよ。うん、じゃあ、それで。あとは塩と醤油でいこうか。あ、4つ？4つはね。子供は多分全然。子供はね。食べれない。食べれない。多分3つでいこう。醤油ラーメン、タイプいく。2杯で OK だね。2杯で OK だね。じゃあ、みんな2杯で OK。うん、2つ。ニューヨークラーメングランプリ2019優勝。2022も優勝した。松坂牛が来たよ。すごいね。なんで濡れてんの？どうすんの？なんで小声になるんだろう。正式あ、そうだ。でも、これ、きれいって食べてるの？特別に出したものとか。あれか、背脂も入ってる。うん、背脂も入ってる。背脂も多分美味しいだろ。だったらちょびっと伝わる。匂いが。じゃ、だったらほんとちょびっとだったら伝わる。あ、いい匂い。はい、ロブスターです。特別でございます。高っ！ロブスターと肉と味噌でございます。切ってあげるんですよ。すごいね、美しい。めっちゃ頑張ってた、肉。肉取られちゃった。肉何から行こうか。まっすぐに牛の話が出た。今日はね、アフレコじゃなくてもうそのまま喋ります。あ、そういうこと。あ、味噌、味噌美味しい。冬は味噌だね。冬はね、背脂はやっぱり濃厚の背脂。松坂牛の背脂。君たちちょっとピリッとするかもしれない。うん、ああ。もうこれ切れつられてる。うん。子供たちに肉をあげてあげちゃったから、なんか残骸みたいになる。うん。このチャーシューは、パン玉だね。パン玉。うん。うん。食べきれない。どういうこと？大丈夫？大丈夫。やっと食べてた。やっと。ロブスターすごいな。スープが尋常じゃない。ロブスター行かせて。どうした？このトロトロさ。エビだ。エビ汁って感じ。これで優勝したらいいの？多分ね、これでラーメンコンテスト、ニューヨーク優勝したっぽいよ。あ、すごいね、エビだね。うん。うん。エビ。濃厚味。
いや、このスープ一杯にエビ何匹分くらい計算すると何杯作るのにな。30キロ300g 入ってる。 300g のエビスープに麺より入ってる。すごいな。これはね、1年分のエビを食べてるかのような、エビっていうかロブスターなんかね、ロブスター、うん、エビとはまたちょっと違う。なんかいろんなエビが入ってるんだけど、美味しい。食べてきました。最後店内で閉めらんなかった。どうだった辛かった、ちょっと辛かった。エビのはね、はいはい、でも美味しかったです。いっぱい食べた、うん、いっぱい食べました。韓国でザ渋谷のところでお別れします。センター街です。さようなら。はい、じゃあねー。